疲れ様です。今ちょっと下でミッチーと社長がパソコン開いて書類すごいテーブルに開いてなんかすごい会議みたいなのしてるんですよ。なのでちょっと何の会議してるんかなと思って私がその会議にちょっと突撃してこようと思います。まあ多分お仕事やと思うんですけど、普段2人がどんなお仕事してるんか普段の様子を撮れたらいいなと思うんで、そういう日常系とか撮っていけたらいいなと思ってます。そこのテーブルにいるんですよね。いますね。ちょっと突撃してみます。お疲れ様です。いや何されてるのかなと思って。まずいよ。決算書か。決算書。普段のお仕事の様子っていうかをちょっと撮りたいなと思うんで、ちょっとはい、なのでいつも通りちょっと今やってたみたいな感じで会議ちょっとやってください。ダメでしょ。普通に考えたらダメでしょ。いや普段の様子を、はい、普段こんな感じでお仕事してるんだよっていう、結構まあちょっとバカみたいに騒いでるんで毎日動画では。でも こういうバカっすか。アンチコメントリリーちゃんだった。いやこういう面もあるんだよみたいな。ちゃんと仕事してる、はい、人の大きいじゃなくて、じゃないです。こういう面もあるんだよっていう、私は仲間ですよ塗り替え道場。アンチじゃないです。はい、いい面を映してあげようと思って。そういい面を、そうです、うん、普段はこんなんなんだよみたいな。リリーの名前怖いな本当。名前呼びに行ったらあかんけどな本当に。たわけがなんでお前はカメラ回したり動画モードに入っちゃったの。まあほら動画モードに入っちゃった。決算書なんですか。決算書、はい、今年一期のね、はい、9月から8月、今年の8月まで、ね、でこれ決算が出たもんで、はい、あ、そう、1年のってことですか、うん、はい、あんまり見せねえけど、こんな感じ、はい、感じ多分見るやつあれですからね。止める止めて、まあ、モザイクかけんじゃ見ないけど、まあ売り上げ、まあ売り上げとか、まあ中あんまり見せたらまずいかな、はい、これは施工の売り上げね。はい、4、5000万か。職人の方のってことですよね。そうそうそう、南施工の売り上げなので、はい、あの木がずれ飛んだのは8月31と、はい、塗り替え道場は1月末かな、はい、株式会社のナイロが、まあ、で、まあ一応こいつが施工の責任者なので、はい、まあ、筋悪いよこれ。何も見せない。でもまあコロナが悪いから、うん、な売り上げとしてはね、まああるかもしれないけど、はい、今年はきついよ。まあ、役員賞与とか、こういうの、あ、これ出てるね、給与とか、まあ、外注費とかあるもんで、はい、年間だよ、これ。まあ、まずいかな。PPP ですよね。まずいんだよ。いいと思うよ。役員報酬200万しか取ってないもんね、俺こっちからはね。ああ、役員さんに渡してる給料。俺が取ってるんだよ。いやいや、そういうことですね。一人しかいないから。確かに、確かにそうですね。そうそう、まあ、教えとるやん、はい、ちょっとだけだもんな。で、給与とかは、はい、正社員だね。ね、一人親方はまた別だもんね。あ、この給与ってのは、社員の。そうそう、正社員の方だよ、ね。正社員の。はい。うん、で、まあ、旅費とかあるでしょ、500万か。はい。だけでこれ、高速とかガスだけで500万円っちゃう。はい。これ会議始めて何時間ぐらい経ってますか。まあ、今日一定に30分でしょ。ああ。30分でしたっけ。いや、何時間だった。3時今20何分、もうちょっと経ってる。もうちょっと経ってる。まあ、って何時間も喋ってる。将来もね。朝の8時ぐらいから。この決算報告書をまあ2人で話し合って、まあ、例えばその次の期に向けてのなんか、そう、まあそれもあるし、施策みたいな。それもあるし、この決算ってさ、じゃあ8月31日締めだけど、はい、すぐ出るんだよね。はい、ああ、はい。で、やっとこうやって上がってくるような状態なんだよね。あ、9月のやつが。1ヶ月半だよ、今。1ヶ月と10日ぐらいでしょ。今10日 ?10 月の10月のと10日。8だよね。8。だけど、2週間ぐらいじゃない、まあ、はい。あ、で、2週間じゃ1ヶ月と8でしょ。1ヶ月と。それぐらい経ってからやっと出てくる。そうそうそう、うん、まあ、でも、はい、もうちょっと前に出て、まあちょっと決算も来たのでやろうかーって。まあ、数字悪いよねって。はい。だけどまあね、まあ、そのコロナのなんとか資金とかも借りてるし、はい、まあ、今年はしょうがない面もあるけど、うん、じゃあでもまだやれることはあるんじゃないのって、はい、数字ってあくまでもただの数字じゃん、はい、数字って過去しか表さんでしょ、はい、あ、はい、未来が表さんじゃん、まあ、この数字から読み取って、はい、未来を読み取ってからでしょ、はい、で、まあ、どうなるかよりも、まあ、数字で言われたくないってよく一般の人って言うけど、はい、やっぱ数字しか言葉ってないじゃん、
頑張れってどんだけ頑張ればいいんですかって、はい、あとは100万分頑張れとかさ、はい、あ、いやいや、じゃあ10社増やそうとかさ、はい、で具体的ですよね。そうそう、金だけじゃないんだよね、はい、で決算がいい悪いからもっとやれやとか言っとってもしょうがないもんね。まあそうですよね、もっとやれやだけ言われてもなんか難しいですよね、うん、そうそうそう、で聞かんじゃん、うん、俺のこと誰も足元にはもっとやりやしか言わないから出張もっと行けやしか言わないもっとすもっと働けやもっと働けや、まあね、でも一現場の本たちに翻訳するときにはそういう言葉でもいいんだよね、はい、それじゃあ俺が言ったことをそのまま言う人ってリーダーとして俺は失格だと思うの、はい、でもとにかく頑張ろうっていうので、はい、まあ、よく言うじゃん、俺も若い時とかに言っとったのはとにかく頑張ろうじゃ分からんよねって言ったけど、はい、ちょお前らが分かろうとしてねえしって、はい、うん、とにかく頑張れぐらいしかお前分かんねえんだろって、はい、そういう子たちに、まあ、じゃああえてじゃあこの決算見せる子だけじゃないじゃん、はい、うちの会社も決算発表会でやっとったでしょ、はい、昔までもうやめてますよね、社員みんな社員全員呼んでやってたでしょ、はい、俺もだからみんなにやっぱ理解してほしい理解してほしいっていうすごいやった時期もあるけど、はい、まあ、そういうだけが正しいことじゃないなって今思うから、でリリーちゃんでもそうじゃん、今 YouTube とかねいろんなことやって、はい、まあ、採用もやっとるね今、はい、で YouTube なんかごく1割2割だよね俺ら本当に、まあ、視聴者がしたらね、はい、YouTube がそうね、仕事でどうのこうのとか楽しそうに見えると思うんだけど、はい、じゃあそんな実際にはじゃあどうなのって言ったら、はい、やっぱ会社の運営が大事じゃん、それがまあ一番大事っちゃ大事ですよ ね、 そのさっきの話ですけど、うん、その、うん、なんだろう、その人によってかける言葉を変えるみたいな感じ、これはもう確実に変えとるよ、変えんとおかしいもんね、まあ、そうですよね、そうそう、変えることに対するさ、はい、みんな不満とかあると思うな、みんな平等にしろ的な、そうそうそう、ミッチーばっか可愛がっとるとかあれとかこれとか言うけど、いやいやいや、お前らに今俺が道あの寺道に求めとるものを求めたら、はい、ついてこないよって言って、俺本当に平気で9時10時からちょっともう一回行くぞって言って、はい、出てこいとかさ、はい、お客さんと思って飲み足りんで今から錦鯉とかもあるだろうし、はい、朝でもそうじゃん、ちょ明日から、ね、突然福島だってあれ愛媛も、はい、愛媛も1時間後っすね1時間後に愛媛もそういや今日夕方ちょっと言ってやるのそれ調整してみようっつって、はい、調整もできるじゃん、はい、暇だから言ってるわけじゃないと思うんだよね決して、打ち合わせ打ち合わせの合間に、はい、でじゃあ愛媛ね向かってる時もずっと電話お前喋ったしな、はい、優勝ずっとやったけどそれはそうだよ、だから俺も携帯いじったり、まあ、電話したりとか、はい、まあでもやり方だよね、で俺も今ズームミーティングめっちゃ多いじゃん、はい、ズームミー今日もそうだよね、5時からズームミーティング、大阪の人と東京の人と3人で、はい、全国でやる、でもそれって今までは、まあ、じゃあ行きますわって言って何月何日に集まりましょうか、はい、新幹線に行ったらそれ一日でアポ1個で終わっちゃうもんね、うん、夜も飲むじゃん、金も使うやん、はい、ね、はい、でね、もうベロベロになると次の日も偉いやん、はい、で次の日も休み新幹線移動だけみたいな感じになるやん、はい、朝から帰ってきたって、はい、で仕事ってみんなその限界を勝手に決めとるだけで、はい、うん、もっと上もあるし下もあるよね、うん、で上しか見てない子もおれば、はい、下しか見てない子もおるよね、はい、バランスよく上も下も見ていかなかったのかなって、上ばっか見てもやっぱひっくり返っちゃうからさ、だから下ばっかにとっても転ぶでしょ、はい、人間って、はい、うん、ちょうどいい真ん中見てね、上も下も見てくるっていうのが大事なんじゃないって、めちゃくちゃいいこと言ってたこれ。そうですね、その子はまあスポーツやったけど、その子にとってスポーツやったらスポーツで例えたの、はい、で俺もスポーツやってたから、はい、ダラダラしてる部活だったらやめたくならん、めっちゃやめたくなります、なら、だけどめちゃくちゃ頑張っとってめちゃくちゃきつかったら、はい、あ、えれえな、えれえなって言いながらなんか気づいたら振り返ったらなんかこんなにできるようになってるとか、あのチームに勝てとるってだんだん結果が出てきて、スポーツ楽しくなると思う、わかります、わかるでしょ、私もやってたんで、俺は別に何も面接の時に綺麗事言ってねえよ、はい、俺は昔は絶対定額していく成長していく、はい、まあ、はい、その女の子も言ったけど日本一の塗装屋になるために YouTube やってるでしょ、はいはい、で俺がまあこれじゃあ塗装からリフォームやって不動産やって、はいはい、なんかまあ何でもいいや飲食店やって、はい、俺はもうそれやんないってもう塗装だけに絞る、はい、まあ、塗装と足場だよね、はい、建設でもそんな、はい、ちっちゃい世界じゃん、はい、すごい小さい世界だからそれの日本一ぐらいも絶対取れると思ってるの、はい、だったら日本一を目指すために俺は一人で取ってるんだから、はい、うん、まあ、そのねコメントも想像つく、そんなん求めるだとか、はい、だって別にあなたたちも好きな場所行けるんだから、はい、行きなさいって、はい、でも俺は最低でもあなたが辞めないと新しい人を雇えない、あ、はい、そうそう、今おる人しかも雇ってあげられないんだ、新しい人がどんなにいい人がめちゃくちゃ良かったら無理しちゃうと雇うじゃん、はい、予算もあるもんで、はい、この数字に出るわけでしょ、はい、これ絶対出るもんね、はい、で赤字が続いたら会社って潰れるじゃんね、はい、元気なくなっちゃうんだもんね、はい、人間なくなれって言うんだもんさ、はい、
だから、辞めたら人雇えるもんな、俺は。辞めないでも俺は人は雇えないから。はい。だから、うん、思うよ。社長の言葉、確かにちょっと、うん、なんだろう、反論みたいなの、確かに、うん、まあまあ、反論もあるよ、ね。思うんですけど、でもなんか私最近めちゃくちゃなんかその社長の言うその言葉がなんかめっちゃ理解できるようになってきたんですよ、ほんまに。でも本当にきっかけとか正直わかんないんですけど、でも視聴者の人ってそれがなんかまだわかってる域に達してないとか言ったらすごい上から目線なんですけど、いや俺はさ、もうそれすらもなんか前はそう思ってた、はい、俺が上でお前らが下みたいな。 YouTube じゃないよ、はるか昔に、はい、ただそのもうカテゴリーが違うみたいな感じ。上も下もない、はい、カテゴリーが違うみたいな、はい、俺はこう行きたいっていう人もおれば、はい、まあ、それこの間その女が辞めるって言った社員にも言ったんだけど、はい、女の子、うん、別にお前がそう行きたいんだったら、はい、お父さんが何を言おうが、お母さんが何を言おうが、はい、もしね、じゃあ私はもう家で毎日、はい、贅沢もしなくていい、はい、ブランド物もいらない、はい、毎日ご飯と魚と納豆がいい、はい、毎日ネットフリックス見たらもうそれが生涯幸せって思うんだったら、はいはい、こんなご時世だから働かないと思うよ。うん、で多分親とかいろんな周りに働きなよって言われて、はい、普通の人は働くよねって、はい、働いてないと間違ってるよねって言われるかもしれんけど、はい、俺働いてないから社長になったんだから、はい、そうそう、だから俺が真面目にサラリーマンやってたら多分社長になってないじゃん。まあ、絶対そうですよね。そうそう、だから、ね、俺はもうお前がそう思うんだったら働かない方がいいよ。はい、でもそれすらも悩んでんだったら6ヶ月俺みたいな。あ、そのなりなりたい、なりたいのなんかなくてもいいけど、はい、もうこうなりたい、ああなりたいって、もうそれはない、はい、でもなりたくないもないんだろって、はい、こうはなりたくないすらないんでしょっていう、はい、でもこうはなりたくないっていうのが出てこんと、はい、だってスポーツやったら負けたくないがまず出てくるでしょ、はい、別に優勝したいんじゃないんだよね本当はって、あるでしょ多分。優勝目指すと、優勝目指すんだったらだって24時間授業の準備やるしかないじゃん、ね、優勝を戦おうと思ったら、甲子園出ようと思ったら、はい、だからそれすらないんだったらやった方がいいんじゃないって言うけど、はい、まあ、それがいい人もおるじゃんね、多分 YouTube 見てコメント入れてちょっとそれに対してこうやってまた反論が返ってくることはもう、はい、俺はもうそれが死ぬまでやっとりたいっていう人はもうやっとりゃいいし、はい、その人たちはもう別に会社働いて一生懸命働く必要ないんだよね。個人になった瞬間に帰るのがその人たちの人生だから、はい、でうちの会社でもよく言うのは別にお前、はい、その反比例することは言うなよって、はい、うちは会社が成長していくから給料も上がるって結構上がるじゃん、うちは、はい、結構トン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 上がっていくじゃん、はい、で そことお前ら対比するんだよって、はい、そことお前ら比べるんだよって、はい、俺は椅子座らしようだけで給料払うつもりはねえぞってよく言うんだけど、はい、それ現場にもみんな言うよね、はい、頑張っとる、だから成長してる。足場もそう、はい、たった行って7年8年でしょ、足場は7年8年ですね。元々だってもう吸った状態ですもんね。吸った状態です、何も分かんない状態で、吸ったってのは、まあ、もうまともなやつがいない状態ですよ。ね、本当その状態から始まって7年8年で今、はい、まあ、それなりの、ね、足場の一つの会社としてもしっかりしてるじゃん、はい、でもちろんもう俺がほとんど入らないよね、はいはい、もうゼロだよね、入って 0.1% だよね、この数字とかの話だけだよね、はい、俺はもう現場はもう見てないよっていうかさ、はい、で YouTube とかでもその教育っていうかそのこういう教育はするけど、はい、酒飲んだりいろんな話はするけど、はい、もう俺の教育はそこだけで、現場教育とか仕事教育とか、はい、もう俺の仕事じゃないなと思ってるし、はい、営業に対してもね、はい、うん、でも、うん、まあそうだと思うけどね、でそれはなんかもう上下じゃなくて、はい、もう、あ、もう住む世界違うなと思ったら、うん、腹がさ、善意の否定、はい、それ言うほど怖いもんないじゃん、はい、俺もだって会社作るときに親は大反対されたし、あ、そうなんですか、友達もみんなお前ができるわけねえが、はい、お前みたいなバカなんですか、はい、会社なんかできる、本当に言われたから、はい、大反対、連れも親も、はい、だけど、善意の反対、やっぱ本当に俺のこと考えて言ってくれてる反対ほど、うーん、抵抗勢力ってないでしょ、はい、一番食らうやん、はい、でしょ、でお前も多分そう、俺がやめとけやめとけやめとけって言ったら、うーん、多分あーってやりづらいなってなるじゃん、なります、それをどうやってやろうかなって思うじゃん、でもそれでもやり抜く人が多分めっちゃ強いですよね、そう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 、で失敗しても成功してもいいじゃん、成功した人しかわかって表に出てないかもしれんけど、はい、俺失敗しても効果ないと思うんだよね、はい、だってそれ自分で決めたことでやるでしょ、はい、だけどすぐなんかそのまあコメントだけじゃなくて、あの失敗したらお金がどうとかこうとかさ、はい、すぐお金で人と考えるでしょ、損とか損とか得って、はい、うん、だって別にお金なんか後で何本でも稼げるし、はい、うん、だって15万円だったら生活戻れるわけでしょ、は
はい、俺もだって20万、30万、40万ぐらいの生活だったらすぐ飲めるわけでしょ、はい、そこら辺でだってね、日雇い労働でも稼げるでしょ、まあ確かに、はい、俺はもう本当に今でもそれと思ってる、はい、まあ、別に、まあ、4、50万だったら何とでもなるなって、はい、だったらやっぱ挑戦していきたいな、はい、よく今でも親に言われるのは別にもう会社大きくしんときゃいいじゃん、はい、まあ、社員に言われる時もあるよね、はい、大きくしんでいいじゃないですか、大きくするってことはリスクだからさ、お金投資しなあかんから、大きく死んでいいじゃんって言われるけど、いやいや俺はもうそうじゃないんだよねって別に、うん、自分の生活レベルを高めたくてやってんじゃなくて、はい、どこまでいけるかってさ、楽しいみたいな、そうそうそう、まあこれ俺の言葉じゃないんだけど、はい、あのその稲森和夫って言葉はさ、山登りの経営を例えてるんだけど、はい、でも俺なんか山登り例えるのすげえなと思うんだ本当に、はい、だって山登るのって何の意味もないじゃん、はい、なんでそんなの登るのバカやな、確かに疲れるだけでそうじゃん、でも登るやつが多いでしょ、はい、わざわざあんなの買ってさ、はい、なんか何ブランドで言ったら何か知らんけど、ノースペースとかなんかそんなのやつ買おうけど、ノースペースとかお前も行きたいとか買ったけど、あのも買って竹色買って、はい、汚すわけでしょ、はい、あんなもん1万2万もする服買って何も買って山登って汚しまって、はい、何してんのよ昔だよそれ多分言うんですよね、長女にたちがノースペースくだねえだよお前はそうそう、でもそうじゃない、はい、だからなんでそんなことやってんのって言ったら、まあ、そこに山があるからじゃないけど山登りたいから登ってんだよね、はい、多分山登り人、はいはい、でそこに何かあるんです、何かあるから登ってくる、例えば何でもいいんですけど、例えばその考えでもいいですけど、そのそうそう、はい、その頂上に着くまでにとりあえず何かを考える、うん、何かがあるから多分登ると綺麗な景色があるかもとか、そうそうそう、達成感があるかもとか、そうそうそう、はい、スポーツでもみんなそうでしょ、はい、スポーツやってる人もあどうぞ上がってください、だってスポーツやってる人もほとんどじゃない、有名になって金メダル取ろうとかさ、これで有名になろうと思ってる人って、はい、ごく少数でしょ、そうです、はい、あとやってる人たちってじゃあそこに何かがあるからでしょ、はい、俺そのままのところだよな、仕事も、うん、そんなつまんない人生ないじゃん、結構仕事がなんか食うみたいな風に思ってる人ってやっぱりいっぱいおるな、そうそうそう、なんか私最近なんか、うん、なんだろう、まあ社長とかと接する機会めちゃくちゃ増えてるじゃないですか、うんうんうん、なんかもうそれで、俺はもちろん、ミッチーと同じ、まあ私もやっぱり昔はやっぱり仕事は苦しいもんとか、うん、まあそういう考え方なんかあったんですけど、うん、趣味とかなんかそういうのって、うん、ゲームとか結構好きなんですけど、うん、なんかやっぱり上手にできるようになりたいな、かっこいいなとか思って動画とか見たり、うん、いろんな人に教えてもらったりとかするんですけど、うん、なんかふと私最近なんかふとなんですけど、なんか仕事うまいことできたら楽しいんかなとかちょっとたまに思ってきて、本当にそう、だってなんか何が面白くないって、お金もらってるからみんな面白くないって、そうですよね、でなんかスノボの金払っていくでしょ、金払っていく、ゲームも金払ってゲームするんで、そうそう、だって仕事もそう思えんだよ、はい、金払って仕事行くぐらいのつもりで、はい、だけど生活は守ってもらっとるだけ、あ会社来て20万30万なんちゅうのは、はい、だけど俺もその頃も言ったけど、はい、20万30万発したからだろって、はい、お前はこんなことのために1日拘束されてんだぞって、こんなこと、うん、こんなもののために高値に30万のために、はい、人生拘束されとんだったらもうやめた方がいいよって、そうですね、もうちょっとこれも言ったの、なんかそう、不幸になるよって、ね、お金のためになんか働いたなって、そうなんかそう、うん、仕事もうまいことできたらなんか楽しいとなるわってなんか思ってゲームとかボードみたいに、そうそう、ただ俺は、うん、ただなんか勉強しに来とるお前らに対して生活は保障したので、はい、こんだけでなんとか生活保障し修行中だってこんだけだぞって、はい、そんなもんやちょうど同期だよね、同期です、そうだよね、あいつもいいやつじゃん、いいやつだけどやっぱ悩み癖あるじゃん、はい、ちょっと、はい、でもね、ただ悩んでる、ただ悩んでるだけだよね、だから俺が髪の毛ねえなって悩むのと同じぐらいの悩みだよね、はい、もっといい悩み、はい、どうやってこれクリアしようって、で一緒に悩んで、はい、ああ数字悪かった、そうだねちゃんちゃんで終わる人と、はい、しょうがねえじゃんで終わる人と、じゃあどうやってじゃあこれどこまでだったらいけるって、はい、じゃあ100万円を150万円にするためにどうしたらこうやって悩む、それ一番楽しくない、ドラゴンクエストクリアするときも同じじゃん、はい、そうですね、それが一緒やって思ってきたんですよ、ね、そうそう、 YouTube も同じだよね、絶対じゃったらそうでしょ、はい、もう無理だよね、難しいよね、もうネタも出尽くしたよねって言ったらおしまいだよね、はい、でそれをじゃあどうやって面白くしよう、こうやってやろう、ああやってやろうって、はい、でこれ考えた結果、こんな突然仕事邪魔しに来てこの俺の熱い語りを、はい、でもめちゃくちゃあの視聴者の誰か一人にでも届いてくれたらいいなって、これも 100万円でも話せればこれね、で俺本当にセミナー有料でやるんだもん、やってんだもんね、東京の人とかも喋ったことあるしね、はい、話長い、長いですね、もう終わりましょうか、はい、はい、以上です、はい、はい。
ぜひいいでもね、よろしくお願いします、はい、コメント入れてください、絶対にコメント、はい、アンチコメントも入れてください、全然はい、それに対してたまにこうやって動画に拾いますね、そうです、はい、また見てね、また見て。